笑いの科学でコミュニケーションパワーアップスタディー、夏川達也です。人がなぜ笑うか、これを 1% 高い理屈に落とすことができたら、それ日常生活でいろんなシーンで使えていいじゃないですか。ね、これある意味永遠の課題だったんですけど、桂枝雀さんという有名な落語家さんが、緊張が緩和した時に人は笑う。こう言いました。緊張っていうのはもう緊張するわ、ドキドキするわっていうだけの緊張じゃなくて、不安や心配や恐怖や劣等感や、そういったネガティブな感情ね。それがその反対側、ポジティブ側ですね。安心感、満足感、優越感みたいな感じで引っ張り上げられる。要するに感情がマイナスからプラスにこう引っ張り上げられる。その程度に応じて脳が表情筋に命令を下して笑うという表情をとってる。こういったわけですよ。緊張が緩和した時に人を笑うね。だから皆さん全然知らない人100人ぐらいの中にポトッと入ったら笑えませんよね。そこで笑ったらおかしいですよね。なんでか緊張してるんですよ。知らない人ばっかりで。でもよーく見たらめっちゃ知ってる友達一人いたら笑うでしょ。笑わされてないけど、爆笑はしませんけどね。なんでか緊張が緩んだんですよ。夏の夜にね、友達同士集まって怖い話しようぜって、ろうそく立てて人数分ね、火つけて電気消してね、一人話し終わるたびに一個ずつ消していくわけですよ。最後真っ暗になって電気をつけて明るくなった瞬間、絶対笑ってるでしょ、みんな。暗闇の中から明るいところをって、緊張が緩和したと。人間の原点に戻ったら赤ちゃん。赤ちゃんにいないいないばーってしたらキャッキャッと笑いますよね。皆さんも何十年も前はいないいないばーっとされる側でしたよね。で、いないいないばーっとされたら笑ってたはずですよね。でも今誰かにいないいないばーっとかされたらムカつきますよね。ちゃんと理由があります。例えば僕がこの年になって誰かにいないいないばーされるとしましょう。いないいないばーのいないいないとされた瞬間に、いや、お前そこにおるやないかと。何がいないいないやねんと、おるやないかと。で、バーでおらん方がびっくりしますよね。じゃなくて、赤ちゃんは目に見えてるものが全てなんですって。まだ空間の概念がないらしいんですよ。僕ら大人ですから、空間の概念がありますから、いないいないとした手の向こうに顔があるとか、扉の向こうに廊下があるとかっていう空間が頭の中にありますけど、赤ちゃんは目に見えてるものが全てですから、もういないいないとされたらいないんですよ。ねえ、だから赤ちゃんですからまだ言葉にはしてないらしいんですけど、お母さんがいないいないとした瞬間に不安な感情が芽生えてるそうです。えらい、こっちゃとどうしようと。いつもお世話してくれてるあの人どこ行ったんやろと。お物誰が変えてくれんやろと。おケツすぐかぶれるやんと。俺今気づいた手届かんわとか、いろんなことが頭の中でぐるぐる回る。そこでバーって、おったよかったって笑ってるらしいんですよ。だからたまにお父さん忙しくてあんまり帰ってこなくて、ね、いないいないばあしても反応がないみたいな話によく聞くじゃないですか。それは赤ちゃんにしたら別にいなくてもあんまり不安は感じないというか、まあ、ちょっと言い過ぎですけど、そういうことらしいんですよ。これを意図的に作るのがお笑いです。いないいないばあの笑いは不安、安心、不安、安心、不安、安心ですよね。この緊張と緩和を意図的に作るのがお笑い。じゃあ芸人さんはどうやってこの緊張と緩和を意図的に作ってんのかなと、いろんな方法がありますんで、これを別の動画でまたお話ししていけたらなというふうに思います。笑いの科学でボンボヤージュ。他の動画も見てください。